はい、どうも、ぐーたらパグです。今日はね、遅くなっちゃったんで軽めの運動して帰りたいと思います。今日はね、ちょっと違う公園に来てみました。こんな感じです。暗くて全く人いないね。のわけで今日はね、暗いからこう懐中電灯ね、用意したんで、これで安心だね。やっぱりこの時間になると涼しいね。真っ暗で何も見えない。涼しいね。涼しいけど真っ暗。トンネル。蜘蛛の巣がすごいね。涼しいね。涼しいけど真っ暗。トンネル。蜘蛛の巣がすごいね。はい、ちょっと昨日のことがね、気になったんで翌日来てみました。普段はね、こう整備された綺麗な公園なんだけどね、水辺もあってちゃんと舗装されてて、で日中は親子で結構来てる人も多いね。まあ水辺があるから集まってくるっていうのもあるかもしれないんだけど、昨日の懐中電灯もね、やっぱりこうこんな感じで持ってると、やっぱりね、手開いた状態で映るっていうのは不自然だし、映るとしたらまあこんな感じで映さなきゃいけないから、手開いた状態で映るっていうのはちょっと不可思議で、昨日歩いてた道をちょっと歩いて行ってみるね。まあやっぱ散歩とか運動するにはいいよね。ちょっとこう垂れ下がっちゃってきてるけど、でここ昨日入ってったトンネルだね。まあ普通の公園のトンネル。昨日の雲もまだいる。
ここにいて、こう歩ってったんだよね。で、ここら辺かな、なんかボソボソって声が聞こえて、で、こう振り返る映像だと思うんだけど、なんもないね。まあ、昨日のはたまたまだったのか。ね。まあ、今回心霊映像っぽくなってしまったんですけど、まあ、こういう Vlog 上げてるんで、よろしかったらチャンネル登録お願いします。ではまた。